ハローアースノイド、ジンの没案デザイン、ゴテゴテでめちゃくちゃかっこいいに対する、ネットの反応をお送りするよ。ジンは種の量産機で一番好き、あまり強そうじゃないのがいい。シードのメカデザ好き。ストライクダガー3体に串刺しにされるジンいいよね。ジンは良くも悪くも量産機にしては広い草があるから好みは分かれる。まあ売れたんだけど。トサカがなかったらもっと良かった。羽がなかったらもっと良かった。バインダーの主張がちょっと強い気がするけどなかったらなかったでかなり地味になる気がする。トサカと羽は必要だろう。ジンはトサカとか剣とか背中の翼がコーディの先民意識というか、まるで騎士みたいな姿にプライドを感じて好き。デカトサカと背負い物がやられ役の量産機のそれじゃないよね。ジン一機でメビウス5機分の戦力だ。シンプルに頑丈でメビウスゼロのガンポットの攻撃とか一発や二発なら食らっても平気なのが強い。メビウスとか一発食らったらアウトなのに。装甲がアホみたいに硬すぎる。コズミックイラ73の戦車砲がダメならメビウスの持ってる武装全部通らんだろ。ジンは量産機にしては強そうなデザインしてるからバリエがどれもかっこいい。宇宙世紀のザクほどはないけどジンもバリエーションはすごい多いよね。ジンはやたら武装が豊富な印象。今思うと連座で各武装のジンを別々で使えたの狂ってたな。連座のアニメ登場モビルスーツは全部出してやると言わんばかりのラインナップ。おかげでジンの武装での違いがよく出てた。劇中でいつも持ってる突撃砲と銃弾等に拠点攻撃用の D 装備とバズーカにビーム砲にミサイルポットと色々汎用性はある。銃弾等だけ偉く渋い名前な気がする。なんか騎士ガンダムあたりが持ってそうなデザインの剣で好き。デスティニーでもジンのデザインを継承した感じにして欲しかった。腕につけるバカみたいにでかいミサイル好き。あのデカさは開き直りすぎて好き。ちゃんと小型ミサイルもつけてるのかわいい。あのデカいミサイルは対艦とか対拠点用だから。スラスターが宇宙艦あって好き。はいマニューバー。はいお待ち。パイロットの執念もあって強かったな。急に日本刀持ち出すな。ガーベラストレートがある世界だから。普通にその前からハイマニューバーあったのになんでまた違うの出てきたんだ。前からあるハイマニューバーは PT で SQ パイロットしか扱えないしコストも高かった。低コストかと性能をマイルドにして、手だれパイロットくらいで扱えるようにしたのがハイマニューバー2型。高機動っていうより総合的に強化されてる感ある。明らかに外付けバリバリの無印より洗練されてるし何型。無印は試作機というか実験機みたいなので、2型の方が正式採用版みたいな雰囲気あるよね。普通のハイマニューバとハイマニューバ2型見比べると、2型の方がノーマルジンのパーツ多用してるし、生産性では上だから割と納得できるけど、普通のハイマニューバは加速性能段違いだけど1型は格闘戦や旋回性能に特化してるって。インストにもあるし差別化図ってるのもある。ジンハイマニューバの広いっすぎる見た目よ。クルーゼのジンはなんてやつだっけかっこいいよねあれ。あれは渋谷ね。次世代量産機の予定だったけど、連合がビームとフェーズシフト装甲のガンダム作ったのでザクトがこれじゃ連合のモビルスーツに勝てないわと判断して、ゲイツくんに次世代機の地位を取られた。ゲイツくん好きだったな。ゲイツは別に嫌いじゃないけど量産機なのに装備癖強すぎない。っては思う。ゲイツ R は腰の優先ビームカッターがレールガンになってて使いやすそうになってたけど、種見返すとゲイツも腰のビームカッターで結構戦果上げてるので、言われるほど使いづらいというわけではなかったと思う。ザクトはレールガンに絶対の信頼置きすぎだと思う。ビームクローはかなり癖強いと思うよ。正直サーベルでいいだろレンジ短いじゃねえか。ゲイツの腰アンカーはクルーゼがなんかうまく使ってた気がするけど不良だったんか。ちょっと見るだけでクルーゼでもないとろくに扱えないって丸わかりすぎる。ジン自体は大した技術使ってないけどナチュラルには操縦できないというパワーバランス。テトリスでレベル上がるとものすごく早くブロック落ちてくるけど、ザクト OS はそれに対応するレベルでモビルスーツ操作しないと動かせないんだと思ってる。あえて操作性を悪くしたのかザクト側の限界なのか。コーディネーターに枠でもなんでもないし自由度高く動かせるから。神経接続で動かすんだからコーディネーターに枠にならんし、物理的に動かせるラインに届かないナチュラルのことまでプランとサイドが考える理由なくない？
ナチュラルでも動かせるように作っちゃったら連合側にモビルスーツが打破されでもしたら敵に使われてしまうしな。コーディネーターが機体と神経接続してるって初耳なんだけど当時からある設定？コズミックイラのモビルスーツの神経接続については本編キラ回で言及されてる。実際に巨大人型ロボットに乗り込んで自由自在に動かすってんなら神経接続は大前提になると思う。元から設定されたモーションを選択とか自由度少なすぎるし、じゃあモーションを膨大にしたら選択に時間かかるしで、マスターグレードの小顔アレンジはちょっと微妙に思えたが、こいつならしっくりくるね。雑魚的なんだから没個性でよかったのに、トサカといい背負い物といい量産機のくせにヒロイックで強そうなのでダメ、いやい。言われてみるとやられ役なのにすごいヒロイックだなこれ。こんなに強そうなのにやられメカなのはちょっと残念だった。アークエンジェルが無敵戦艦すぎて、バタバタ落とされてたけど通常兵器相手にはちゃんと圧倒してた。でも油断するとやられるぐらいなのがちょうどいい。ミオスターゲイザー、マジで陣強い厄介すぎる。僕はこれが好き。ボツアンめちゃくちゃかっこいいやつなのな。ごちゃごちゃしてるな。ザフトの折り目か好きだったのにデスティニーじゃザクヤグフに出番持っていかれて残念だった。ジンという傑作機があるのに安直にザクに行ったのは本当にもったいない。ザクも好きだけどさ。同意、個人的にはザクとかグフにしないでタネシもジンの方向性で新しいの出して欲しかったな。ザクについては名前がザクじゃなくてパイプがなかったら普通にジンの後継機として受け入れてたと思うよ。ザクはザフトらしい要素皆無だし、トサカもない羽もないでザフトの特徴ないのが悪いよな。ガンダムの敵組織のモビルスーツって共通コンセプトを持ってること多いから、ザフトモビルスーツのトサカは大事にして欲しかったって気持ちは確かにある。仮にザクにしてもグーンの背びれのようにトサカつけることもできたろうし、それ言うやつよくいるけどトサカも羽もブレイズウィザードに集約されてるぞ。それと本体はザフト歴代量産機の要素が散りばめられててむしろザフトの系譜をがっつり継承してる。ジンは派生機もかっこいいからもっとバリエーション見たかったってのはわかるよ。ジンも好きだしザクも好き両方違って両方いい。一番好きなのはドムトルーパーだけど。種世界のザクはそもそもジンクスとカゲルググ並みの高性能機なので、グフはともかくドムはいるか。って気もする。劇場版にはやっぱゲルググ出るんだろうな。ワイは劇場版種はジンに回帰してほしいぜ。ジンのこれ好き。骨い割には大して威力そこまでない武器。ビーム技術が未発達だからこその設定。バルルス粒子砲だっけ？アニメだとあっけなく防がれてたけど G ジェネ等のゲームだと威力高くて厄介なんだよね。ソードストライクのちっちゃい盾で十分防げる特化重粒子砲。あの世界で赤十字マークに一体どれほどの意味があるのだろうか。ないよりはマシ。後々そういうことに特化したものも生まれるのいいよね。ここら辺がザフトのモビルスーツ進行も兼ねてるとかいうのいいよね。嫌いじゃないそういうの。